はい、皆さんこんにちは、石川です。今日はですね、僕の自作してきた研磨機のお話をしたいと思います。僕も最初はですね、手磨きだったんですけど、時間もかかりますし、時間がかかる割にはクオリティがあまり高くならないっていうところでですね、電動工具っていうのを検討しました。まずはハンドリューターっていうものですね。これはですね、別の動画でも紹介してますんで、今回は省かしてもらいます。石の磨き方っていうのはいろいろと方法があるかと思いますが、一例として紹介しています。僕のですね、一番初めの研磨機は、刃物研磨機でしたね。こういうものですね。砥石もですね、ちょうどいい大きさでしたし、水を垂らしながら研磨できるっていう仕組みも、備わっていたりしまして、まあ、最初のですね、研磨機として使用してました。確かですね、Amazon で8000円、1万円いかないぐらいのものを使っていた気がします。その時にですね、こういったものですね。僕の動画でよく出てくるこのダイヤモンドの、研磨盤、ダイヤモンドプレート、もちょうどですね、砥石としてはですね、これぐらい同じ大きさ、こういうもの大きさでしたね。こうちょうど同じ大きさでしたんで、そのまま使えた気がします。すいません、ちょっともう以前のもので、手元にないので記憶しかないんですけども、ついている砥石を外して、こういう砥石を置いて、まあその上にこういうダイヤモンドのプレートを置いていったような気がします。ただですね、スピード変えたいとか、そういうことを思ってましたんで、また違う研磨機をですね、作りました。それはですね、過去の動画にもあるんですけども、こういう感じのものですね。モーターに直接ダイヤモンドプレートを取り付けるタイプでしたね。で、これはですね、購入したモーターに、丸型スペーサーっていうようなパーツが付いてまして、これは使えるんじゃないかということで、そのまま使ったんですけど、なので、スペーサーの上に、またこういう砥石をですね、そのまま、置きまして、まあ、その上に、ダイヤモンドプレートですね、を置いて、使ってました。水はですね、上から少しずつ垂らせる仕組みっていうのを、まあ、簡単に作りまして、丸型の大きなタッパーみたいなものですね、これをですね、真ん中くり抜きまして、排水ホースをつなげて、バケツへ、落ちるようにしてとか、まあ、そういう感じで簡単に、作っていたんですけど、まあ、詳しくは別の動画ありますんで、ちょっと昔のものなんでいろいろ見にくいかと思いますが、ざっくり説明してますんで、気になる方はそちら見てみてください。で、スピードの変更っていうのはですね、かなり苦戦しまして、まあ、未だにちょっとよく分かってないんですけども、もし詳しい方いたら教えてもらいたいんですが、市販のですね、スピードコントローラーっていうようなものはですね、一切使えなかったんですね。モーターの種類が違うようで、スピードのコントローラーっていうのは使用できませんでした。結局ですね、インバーターっていう装置が必要っていうことでですね、このインバーターにつないでスピードの変更は現在できています。ただですね、心配していた点、あちらの研磨機の心配点としては、軸にですね、直接水が、伝ってモーターの内部に入ってしまうんじゃないかっていうようなことを、水が漏れた場合、モーターが水浸しになっちゃうってことですね。あとはですね、軸にですね、直接負荷がかかりますんで、モーターへの負荷がですね、結構かかってですね、すぐですね、モーターが熱くなっちゃうんですよね。そこら辺がちょっと怖いなと思っていた点で、どうにかしたいなと思っていました。で、続いて、出てくるのがこちらの研磨機ですね。一からですね、フレームから作るっていうのはちょっと厳しいと判断してましたんで、何か形が近いものを流用しようと思っていたんですけど、思いついたのが電動ろくろですね。電動ろくろっていうのはスピードの変更もできますし、水も使ってますんで、そこら辺の仕組みなんかもしっかりしてんじゃないかなと思いました。電動ろくろに目をつけていました。いろいろ探してるんですけど、実際ですね、電動ろくろっていうのはですね、ほとんどがですね、重いんですよね。重さで言うと20キロぐらいが普通でしたね。
僕はですね、テーブルの上、ある程度、まあ、1メートルぐらいの高さの上に置いて使いたかったので、その20キロの重さのものをテーブルに乗せて、っていうのはですね、ちょっとそのテーブルのこともありますし、まあちょっと不安でしたので、そこら辺はどうしようかなと思ってました。で、見つけたのがですね、ヤフオクで海外製の電動ロクロっていうのがあったんですね。値段も5000円ぐらいでしたので、まあ失敗してもいいやということで購入してみたんですけど、それがこちらですね。まあ外装、プラスチックで何かこうカバーがあったりしたんですけど、それはもう全部取ってしまいました。結局使ったのはですね、フレームだけだったんですけど、でこういうものですね、このパーツは、特注で作ってもらったものなんですけど、まあ、ステンレスで、サビなんかにも強いものですね。これで2万円ぐらいで作ってもらったんですけど、まあ、個人的にはかなり安いんじゃないかなと思います。で今までのですね、大きさ、今まで使っていた僕の、研磨盤の大きさっていうのは15センチだったんですね。これぐらいなんですけど。で、このダイヤモンドプレート、このダイヤモンドプレートですね、大きさいろいろありまして、20センチのもあるんですけど、まあ、この20センチが使えるように、結構ね、広くなりますので、作業もしやすくなります。で20センチ使えるものにしました。これ外してみますね。で、中の構造はですね、とっても簡単ですね。モーターにプーリーがついていて、この軸、こっちの軸ですね。こっちの軸に伝わっていくっていう、まあ、これだけの仕組みですね。でこのフレームっていうのはもう元々あったものですんで、ここはもう全くいじってません。あと、ここのベアリングと軸の部分、これもそのままですね。このプーリーとモーターは交換しました。モーターはちょっと一回り大きいものに、しましたね。ただですね、軸がちょっとブレていると言いますか、あまり精度がないんで、まあ、そこら辺なんとかしたいなと思ってるんですけど、まあ、今はこれでやってますね。まあ、でインバーターはこちらですね。で水は上から、垂らしてます。そしてですね、こういうファセットカットができるものですね。これファセターって言うんですけど、まあ、これはすごい安いものなんですが、ちょっとチャレンジしてみたくて、まあ、ファセーターこういうのですね、ちょっとセットできるかどうかやってみました。実際はですね、全くでしたね。もうこの石のカットっていうのはですね、もう本当にミリ以下の世界、 0. 何ミリとかそういう誤差がもう致命的になってきちゃうものですから、そういうところの精度を出すのが、とても難しいですね。なので、まあこれはですね、飾りですね。本当にざっくり四角形っていうような形を出すとか、そういうことはできるんですけど、もうファセットカットなんて到底できませんでした。なのでファセットカットやりたい方はですね、しっかりしたマシンを買うことをお勧めします。で最近ですね、新しい研磨機作りまして、こちらはですね、まあ奥にあるのはモーターですね。モーターが奥にあって、これはベアリングホルダーが2つついてるものですね。で、この青いプーリーと、この緑の
これベアリング2つここに入ってますね、そしてこのベアリングホルダー支えの部分、あとはこの旋盤のチャックっていうものですね。この3つがセットで販売してましたね。これは違うんですけど、この三つ爪チャック、四つ爪チャックってものですね。これもですね、全部セットで売っているものがあったんですね。販売先はアリババ、中国の大手のアリババから購入したものなんですけど、まあ、これで15,000円ぐらいで売ってましたね。ここら辺のしっかりしたものを、まあ自分で作るよりはしっかりしたものですね。そこら辺がちょっと欲しくて購入してみたんですけど、まあなかなか良かったんじゃないかなと思いますね。これはあの自分で旋盤なんか作る人もこういうので作ったりするらしいです。ちょっとアリババがですね、ちょっと僕の中では不安があるんですけど、一番最初に買ったアリババの商品がですね、いきなりもう届かなくて、返金の依頼をしても返金されなかったっていうようなことがですね、一番最初にあったもんですからだいぶ不安だったんですけど、しっかり届きましたね。まあこれをですね、モーターと V ベルトっていうものをつないで、まあスイッチつけて、まあこのチャックですね、チャックをつけまして、ドリルチャックでこちらで挟むと、で、ダイヤモンドビットなんかをつけて、スイッチ入れてみましょう。こういう感じですね。まあインバーターでですね、速さも結構調節効きますんで、まあ、これぐらいとかもうちょっと遅く、これぐらいのスピードもいけますね。で水のシステムなんですけど、まあ、こういう感じのもの、ガソリンのサブタンクっていう商品名でしたね。本当に1滴とか出したいんですけど、まあこれはですね、微調整が効いてよかったです。こういう感じで、結構微調整効きますね。あの工業用のスライス板とかでよく見る、青いホース、あれはですね、結構微調整がなかなか効かなかったですし、水タンクとの接続が結構苦戦しましたんで、このサブタンク、ガソリンのサブタンクってバイク用品なんかだと思うんですけど、バイクとか車用品ですか、なかなか良かったです。2500円ぐらいでしたかね。おすすめです。で、まあ、このいいところはですね、まあ、もちろんこのビットを交換して、まあ、いろんなことができるっていうところと、あとはですね、ここを変えればですよ、例えば前回です、以前作った切断機の刃の部分ですね、ちょっともう固く締まりすぎちゃって取れなかったんですけど、あそこの部分をですね、これはめ込めば切断機なんかにもできると思いますし、あとはですね、先ほどお話した丸型スペーサーっていうものを使えばですね、まあ、ここにこうそのまま取り付けて、ここで研磨できるような仕組みも作れるんじゃないかなと思います。なのでですね、まあ、こちらのものですね、これがあるから結構簡単に作れる構造なんじゃないかなと思います。まあ、こういうのを使ってですね、またいろいろ紹介できればなと思います。ということで今回は以上となります。ありがとうございます。